今回はあのビットネットのアーキテクチャの話をしようと思います。で、仕様にはビットネットはワンビットトランスフォーマーを使っているって話をしようというふうに思います。で、ビットネットはトランスフォーマーのアーキテクチャに基づいているんですけれども、そのトランスフォーマーというのは以前紹介した、まあ、ワートとかで、 使われたトランスフォーマーマととはちょっと違うんですねそれは基本的にはあのメタのラマで導入されたトランスフォーマーの編集ですね。でそれに基づいています。でこれまで見てきたトランスフォーマーのモデルってこういう形ですね。結構複雑な形をしていますけれどもラマのトランスフォーマーアーキテクチャはこういうものです。で随分シンプルになって。 てるんですが、こう2つ比べてみればなんかずい違うように思うかもしれません。まあ、随分違うんですけれども、ただそこには共通性があります。で、基本的にはオリジナルのトランスフォーマーを簡略化して、マジヘッドアテンションの層とフィードフォワードの2層からなる構成を採用してるんですね。 で、ビットネットとラマ2の実装には同じトランスフォーマーモデルを採用してるっていう点で共通性があります。で、まあこういうふうに、まあミカーがそのラマの、あの、モデル、あの、 アーキテクチャなんですけれども、左側はそれをちょっとあの少し簡略化して、まあ、よく見ると、この真ん中でプラスのところであの合成されるんですけれども、そこを取ってみると、基本的にはその下の層のマルチヘッドアテンションの層と上の方にフィードフォワードの層があるのがわかると、まあ、その上にまあ最終的にはソフトマックスベースがあるんですけれども、 ちょっと構造で見てみましょう。これはラマ2なんですが、まあこれだけ見てもわかない。あの、フォワードを見なきゃいけないんですけれども、まあセルフアテンションがあって、その次にフィードフォワードっていうのが呼ばれる。というのは、あの、一応構造はこういう形でアテンションの層とフィードフォワードの層があるってことがわかります。ビットネットも同じなんですよ。 これは、名前が変わってあの、デコーダーレイヤーっていうところに記述されてるんですけども、アテンションの層があって、これは、あの、場合によって二つあるんですけど、アテンションの層があって、で、その次に、あの、ラマ、MLP っていうのがありますね。名前が変わってるんで、ちょっと。 紛らしいんです MLP っていうのはマルチレアパーセプトロンでフィードフォワードネットはこれはいろんな名前 <laughs> DNN ともディープリアルネットとも呼びますけれどもあの名前がちょっと変わってますけど基本的にはアテンションの次にあのフィードフォワードあるいはその MLP を呼ぶっていうのはあのラマーもビットネットも同じだということです。 まあ細かいと随分あの実装みたいに印象は違う行動みたいに印象は違うんですけれども,もう流れから言うとアテンションを呼んで,でその後であとで m n p をフィードフォワードを呼ぶっていう点では同じですね。でただ当然違いが、まあ、いろんな点で違いがあるんですけれども両者が共通に持つマルチヘッドアテンションの層と あの、フィードフォワードの層の実装を比較すると、ビットネットは統一的にラマ2のある関数を置き換えていることがわかります。それは、ラマ2のあの、nn.linear。これ、PyTorch の関数ですね。このビットネット独自のビットリニアという関数を置き換えています。このビットニア関数こそ、ビットネットのトランスフォーマー、ワンビットトランスフォーマーというべきものに変える役割を果たしています。 ちょょっとに行きましょう。これはラマー2のマルチヘッドアテンションの部分なんですが、ね、この赤い枠でかかったところであのこれはあれですねアテンションの QKV のところをやったらもう一つ上に向かうのがあるんですけれどもでいずれも NN ドットリニアともあの呼んでいますだからこれがアテンションに入るのは3つに分かれてるんですけれどもこの,あのそれぞれみんな NN リニアを呼んでるとわかります で、でビットって同じなんですね。これもちょっと部分的しかあのあのコードを引用してないんですけれども Q に当たるところもビットニーニャを読んで K に当たるところもビットニーニャを読んでで、V のところもあのビットニーニャを読んでるでまあもう一つあの上に向かうビットニーニャ で呼ばれるそうだということは要するにここのマーチェットアテンションのところを見るとこのアテンションのこれはだからですねオユーにアテンションイズアテンションの古典的なアテンションことなってきていっちゃいけないのかなあのそのアテンションの QKV の入力の前にビットリニアを呼んでるってことがわかりますでフィードフォワードの方を見てみましょうフィードフォワードでラマ2はこういう形で で、これも3つあるの。1つは上に向かうやつですね。で、これも NN リニアを呼んでることが分かります。2つ呼んでるんですね。これはあのビットネットも同じで、あのビットあの先ほどに対応して、やはり3つの N, N. ドットリニアが このビットリニアに置き換えられていることは、これはだからあの実装は随分違うんですが、まあ一つは大きく言って、アテンションの層の後にフィードフォワードが来るっていう。で、そのアテンションに与える値がすべてリニア、NN. リニアからビットリニアに置き換えられたで、フォワードの層、フィードフォワード、MLP の層もそうですね。 nn.linear の関数がすべてビットリニアに統一的にこれはだから細かいところは随分違うんですけれどもこの,あのラマー2とビットネットの共通しているフィードフォワードの部分とそのマーチヘッドアテンションのところではあの今フィードフォワードのところを見たんですけれどもこういうふうに ビトゥニアが呼ばれてるってことがわかります。で問題はそのエナギニアとビトゥニアの違いなんですよ。ビトゥニアとはとも基本的なこういう入力 x をあの線形にあのこのあの x a プラス b っていう形で まあこの A は重みの行列で B はバイアスですね。A の縦に次いて T は行列 A のトランスポーズですね。これは X と A の,あの形を合わせるためにあのこういうのが必要。これはディープニューアルネットワークの基本式ですね。s o r f フローはこの式をあの盛んに使っています。これは あの、去年、うん、去年じゃねえや。あの、ついこの間、あの、でもないな。DNA を改めて、あの、紹介して、まあ、転送論の簡単な紹介になってるんですが、ページを作りましたので、で、そこで帰ってみてもらえば、まあ、これにだからアクティベーター、アクティベーション、あ,あの、非線形にアクティベートされていくわけですけれども、 で、ディープニューアルネットってのは基本的にはこの式で表される。それがエドエンドリニアですね。で、このビットリニアっていうのは行列 A というのが2値あるいは3値。あのー、今回のビットネットはあの、プラス1のマイナス1に変えるんですけれども、ビットネット B1.58 これはマイナス1、ロプラス1の3値の行列に変えて、 す計算自体は変わらないですね。リニアにあの変換するっていうのは同じ。ただその行列が、あのー、いろんな小数点含めていろんな値を取るのに対して、このビ,ビットリニアが対人にするのは、あの、2値あるいは3値の,あのビット、ワンビット トランスフォーマー、これでできちゃうんですね。あの、ビットリニアの破については、次回の、まあ、こういう形をしてるんですけれども、まあ、これもだから、アブスマックスとか、あの、デクワンタリゼーションっていうのがあるんですが、ちょっとこれ見てもちょっとわかりにくいと思いますで,で、次回改めたこの量子化、 って言われるまあこういうやつですね。これはあのー、産地の場合なんですあの上の方の右側にあるこの小数点で、これは16ビットの小数点で、この、まあ先ほど A って書いたんだけど、W、ここでは W になってますけど、これが行列ですこれに脈単がかかって、バイアスを足したものが、 まあ、あの出力になるんですがこの左側の図をあの上の左側見てもらいますとこれは1とマイナス1と0しかないですねこれ三値ですね。でこういうふうに変えてあの変えると何が嬉しいかっていうと下の方にあるようにあのこの不動小数点であのベクターのからなる行列と このベクターをかけるとこれは計算なかなか大変でまあここで GPU が活躍するわけですけれどもでそれがあのー、あのー、下の方に1マイナス1と0と1だけであれば非常に計算が簡単でだからこれは新しいあのハードウェアでも、あのー、非常に簡単に計算ができるこれがだから 1-bit LLM ってやつその心臓部分なんですが、ね。で、この鍵を握ってるのはだから今見たようにこのビットリニアっていう塩酸、ビットリニアによる量子化ってそこで働いてくるわけですけれども、その話はだから次回しようというふうに思っています。